はい、うさぎチャンネル始まりました。どうも皆さんこんにちは、長里優希です。パリ五輪女子サッカー準々決勝、日本対アメリカ、結果はですね、延長戦までもつれ込みましたが、1対0でアメリカの勝利となりました。まあね、この試合いろいろありますね。いろいろあるんですけれども、まずですね、アメリカのねコンディションは非常に悪かったですね。グループステージの3試合からかなりコンディションを落としていて、かなり疲れのあるプレーでした。で、コンディションが悪いアメリカに対して日本は引いて守る、っていう選択をしました。まあね、そのミドルサードからまあスタートするんですけど、まあ、押し込まれてしまうと、まあ、ここのねローブロックで引いて、ローブロックを敷いて守るという形だったんですけども、まあまあこのミドルサードから守備を開始するときは、ダブルボランチ、まあ5バックにダブルボランチプラスそのインサイドハーフの、この選手がこう出たり、こういう動きで、まあ、ツートップ気味にプレスをこうかけに行く、で中をこう通させない守備っていうのをこう徹底してやっていました。まあ、普段だとこの3枚でね前行ってたんですけれども、やはりその3枚に対して3枚で、まあ、中盤がねやっぱ相手3人いるので2人じゃやっぱつききれないところがあるので、まあ、この選択はねすごく良かったと思います。このローテーションで中盤2枚目のラインは必ず3枚を保つようにしてて、でまあローブロックになったのも完全に 5-4-1 で守備をする形になってたんですけれども、かなりねこうコンパクトにして中を通させない守備っていうのをこう意識して徹底してやってた、と思いました。でアメリカもですねこの守備に対して、攻めあぐね続けてですね、やっぱりアメリカもその引いて守る相手に対して崩していくっていうのにかなりこうねチャレンジしているところで、でこの試合も日本がねかなりブロック強固に敷いてたので、このね間のスペースがやっぱ空いてこないので、アメリカはねやっぱ外回りになるしかなかったのと、ただ外でまあボールをねこうサイドの選手が受けても結局こう1対1でこう仕掛けられない、でこう回す回す回すでアメリカがずっと日本の陣地でボールを保持するっていう展開になって、ボックス内にこう侵入できるパターンっていうのはもうトランジッションの時がほとんどだったんですけれども、まあそれでも日本はねそのアメリカに決定的なねチャンスをあまりこう作らせない守備っていうのはこうできてたかなっていうふうに思いますし、まあそれはアメリカのねコンディションが悪かったっていうのもありますし、でコンディションが悪いがゆえにそのグループステージで見せていてストラクチャーですね、構造がかなりバランスを崩していて、でそれはですねそのワンボランチに入ったアルベルト選手ですね、いつもだったらスタメンはサム・コフィー選手なんですけども、まあ、イエローカード累積で今回出場できなくて、でこのワンボランチに入ったこの選手がかなりこの不安定さをアメリカにもたらしていたんですね。でやっぱりねそのまだ20歳という若い選手なんですけども、まあ、PSG でプレーしてる選手で、そのプレーを見ててもやはりちょっとボディーラングエッジですねが少しボールを受ける時とかもこうおどおどした感じでこうボールを受ける、こうボールを失うのが怖いっていうのが伝わってくるような受け方をするので、それがアメリカはですねのチームメイトにも伝わってしまっていて、バックラインの選手もこう積極的にその選手につけれないし、でかつその残り2人の中盤ですね、ホラン選手とローズ選手がやっぱりしびれを切らして降りてきてしまう、で一個高い位置で2人が仕事をできてないシーンがかなり多かったので、これに日本は結構助けられたところがあったなっていうのは感じていて、アメリカは結局ねこの3番の選手が出たことによってグループステージで見せていたその攻守の安定さっていうのがちょっと失われてしまっていたのと、やっぱり疲れもあったのでパスもずれるしボールコントロールもずれるしタッチもずれるしで、かなりお疲れの感じはしました。でまあそんな中前半25分までのアメリカのポゼッション率が 89% で、そこからまあ前半が終わるまでに、まあ、78% に落ちたんですけれども、それでも8割近くアメリカがずっとボールをねキープする試合が続いて、日本はかなり守備でね、消耗する形にはなっていたと思いますし、あれだけねやっぱり左右振られると中盤は移動しなきゃいけないです、横に。でバックラインはやっぱり5枚いるのでそこまで横にスライドしなくてもいいんですけれども、その縦パスが入った時にやっぱセンターバックはそこにちゃんとアタックに行く準備っていうのはできていましたし、でそれでね、相手に前を向かせないっていうところで、そこの意識はちょっと変わってたのかなっていう気はしました。でアメリカも、まあ、ボールを保持する時間がものすごく長くてですね、まあ、どのようにしてそのボックス内に侵入していくか、
でシュートまで持っていくかってところで、あのかなりねフラストレーションのたまるゲーム展開にはなっていたんですけれども、まあ、そのねアメリカがあのボール保持を選択する、トランジッションゲームにしない選択をしている中で、日本は逆にトランジッションゲームを選択してたように見えたんですね。それがあの日本が望んでいた戦い方だったかどうかはわからないんですけれども、ちゃんとこう追い込んで奪えてるシーンってのもあるんですよ。でそれはちゃんとあのスライドしてワンサイドに追い込んでそこで奪って、うん、で追い込んだ後にやっぱりその後すぐ失ってしまう。でそれはやっぱ攻め急いでる部分と、そのパスの選択が全部こうリスク、あのチャレンジの選択ですね。通ればチャンス、通らなかったら相手にまたボールをね回収されて守備の時間にまたなるっていう、そういうパスの選択が多かったのと、まあ単純にそのパスの精度が低くてボールがつながらないっていうところだったり、それはね、まあ、以前の試合からずっと課題としてあった部分なんですけれども、まあ、普通にね相手へのミスマッチで守備をしている時間帯とかもやっぱりあって、でそれで相手がミスしてくれて奪えるんですけれども、それでまた奪われるっていうのの繰り返しになってしまっていて、で結局ねその日本が2本シュートチャンスをね、しっかり作ったシーンがあったんですけれども、それはね田中選手のシュートですね。あれあのシーンで田中選手の相手だったのが10番のホラン選手ですね。まあ、ホラン選手この大会ずっとやっぱり鈍いんですよね、反応が。プレーもちょっと、遅くなってるし、でそのホラン選手が相手だったこともあって、で田中選手得意のターンで、前を向いてですね、であそこやっぱギャップができてたんですよね、アメリカで。バックラインがスライドしきれなくてホラン選手がそこのねギャップを埋めていた中で田中選手に対応しなければならなかったっていう状況で、あそこでねああいったあのアメリカのディフェンス陣が崩れるその攻撃っていうのができた時にやっぱチャンスになってるんですよね。でそれがあの、まあ、36分の森谷選手が打ったシュートもそうだったんですけれども、右からやっぱ左に展開して、そこから長谷川選手がねボール保持者を追い越す動きをして、そこで縦、前線で起点を作って、そこからまた右サイドにサイドチェンジで森谷選手、がねフリーの状況を作れたんですけれども、あれもバックラインが崩れてるんですよね。で左サイドバックがやっぱりシフトしなければいけなくて、そこでやっぱ数的優位を作れてるからこそ一番奥の、ね、右サイドの森谷選手が空いたんですけれども、まあ、ああいうサイドチェンジですよねを早い段階でできると、ああやってチャンスができるっていうことなんですけれども、まあ、そこでね決めれるか決めれないかっていうのはもう正直しょうがないところではあるんですけれども、まあ、そのチャンスを作れたってことは評価できると思うんですよね。なのでああいうのがチャンスになるっていうのをしっかりと認識していれば、その無理にこう背後に勝負のパスを出すことだったり、スピード対決の状態をこう作らなくてもいいんですよね。その相手の前でああやって相手をずらして、スペースを作るっていうことができれば、ちゃんとシュートチャンスは作れるんですよね。なんですけれども結局延長含めて120分通してちゃんとしたシュートチャンスが作れたっていうのはもうこの2本だけだったので、まあ非常に厳しい試合だったんですけれども、まあ両チームともこう結構結局こう攻めあぐねた感じになってしまったので、まあそのまあ、ボックス内にこうアメリカも侵入はできるけれども、やっぱりこの精度が落ちるっていうところでこうミスが重なってっていうところは結局そのアメリカも同じだったようには、見えましたし、でそこでねとにかくそのアメリカもパスミスが多かったりとか、パスがずれてしまったりだとか、そのボールロストがあのグループステージに比べてかなり多かったんですね。それでもポゼッション率が8割近くいってるってのはもうバックラインがずっとこうね持ってるからっていうのもありますし、で一番その精度が落ちるのがファイナルサードだったので、まあ、そこが一番審議体が整ってないとそこの精度っていうのは上げられない場所なの でそこがねやっぱりアメリカはこの試合かなり苦戦してたように感じました。で50分ですね頃に浜野選手が後ろ向きでインサイドポケットでこう受けて、ハーフターンで森谷選手が裏に走り込んだところにをしっかり使ってクロスのシーンを作れたシーンがあったんですけれども、あれもアメリカセンターバック2人が浜野選手に食いついて
ったことによって、それでやっぱ背後のスペースが空いたんですね。あそこのやっぱポケットで受けるっていうことが非常に重要なのと、あそこで前を向く、前を向くっていうその動作が入った瞬間にやっぱ後ろから飛び出していけるので、で森谷選手はそのタイミングが非常にいいんですよね。背後に抜けるタイミングっていうのが、なので、だからああいうシーンがもう少しそのボックス付近で作れると、やっぱりボックス内に侵入できるっていうのが、この試合でも分かったと思うんですけれども、でまあそのクロスに対してやっぱりその森谷選手がもう走り込むっていうタイミングで、中野選手はもうトップスピードで一人やっぱニアに飛び込めないと、あそこを、やっぱりゴール生まれないんですよね、正直。で、まあ、北川選手も頑張ってね入ってこようとはしてたんですけれども、あそこをね、迫力がもう少しやっぱ必要ですし、もっとニアにですねトップスピードでそのタイミングをちゃんと見計らってトップスピードで入るっていう、そういう準備がやっぱできてないと、中のニアで潰れる、でその後にあと選手が後ろから入ってくるみたいなシーンにこうならないと、アメリカぐらいの相手になるとやっぱあそこちゃんと対応されてしまうので、で、まあ、ボックス内に入れてるっていうことはポジティブに捉えて、でそこからの精度っていうのがやっぱ足りてないところがあったので、せっかくボックス内に入れてるのにシュートチャンスを作れないっていうのは非常にもったいないので、その辺の意識ですねをもっとそう変えていけると、あそこのクロスからもっと点が取れるんじゃないかなっていうふうに思いました。で、ね、後半もう一回ね、長谷川選手が、背後に動き出して、ボックス内に侵入してクロスを上げたシーンっていうのがあったんですけれども、日本は、ボール保持者に対して、ボール保持者を、こう、追い越す動きっていうのは、得意だと思うんですよね。で、やっぱりその、守備での運動量が重なってくると、ああいったところで、こう、背後に飛び出していくっていう動きができづらくなってきてしまうところがあるので、調子が悪かった、アメリカだったからこそ、最初はやっぱローブロックで選択しても良かったんですけれども、もうその相手の調子を見て、あ、中盤の選手ボールロスト率高いな、パスミス多いなっていうのをこう感じられて、だったらもう少し高い位置からプレスをかけて、もっと高い位置でボールを奪うっていうことができてれば、もう少し体力的にも楽に戦えたのかなっていうふうに、感じました。やっぱりその相手陣地でボールを奪えた時っていうのが、やっぱりゴール前まで運べてる率っていうのが高いですし、やっぱり自陣でボールを奪うっていう展開になると、そこからやっぱ前進できない率っていう方が高かったので、だからそこの守備の位置っていうのを相手の状態見てもう少し変えられたら、違ったその内容に持っていけたのかなっていうふうには思いました。あと、まあ、失点のシーンなんですけども、だから結局ずっと守備の時間帯が長かった。っていうのと、そのボールを奪っても前に運ぼうと配球をしようとしても結局また奪われて、ボールを保持される、で、ね、上がる時間も作れない、でそのトランジッションがやっぱり続いてしまうと体力的にもしんどくなってくるし、そのラインを整えるっていうのがずれてきてしまうんですね。それが繰り返されてしまうと、でそういったところでクリスタル左サイドバックのクリスタルダン選手から一本ね、トリニティロドマン選手にボールが配球されて逆サイドのね、で、彼女の個人技で、まあ、ゴールを決めたんですけれども、で、この試合ずっとクリスタルダウン選手に対して、インサイドハーフの選手が結構プレスに行けてたので、クリスタル選手も、ボランチにつけるか、まあ、戻すか、っていう選択しかできてなかったんですね。で、その、得点になったシーンは、誰もそのクリスタル選手にプレスが生きてなかったんですね。がゆえに、そこで、ロングボールを蹴られるっていう展開になったんですけれども、でその時に10番のホラン選手が飛び出しをしてるんですね、先に。でそれに対して北川選手がオフサイドをかけようと思ってラインを上げたんですけれども、結果もう一枚後ろにロドマン選手がいて、北川選手は上げたけどまた戻らなきゃいけないっていう、この動作でやっぱ間に合わなかったってところがあって、で疲れもあって、で1対1結局対応できなくて中にねカットインされて、素晴らしいゴールだったんですけれども、あれはね、まずそのアメリカのフォワード陣3人がみんな得意としてるパターンですよね、カットインしてシュート、それをちょっと出させてしまったということで、戦い方ですね、まあ、体力勝負をこう挑んでしまったことによって最後ちょっとガス欠になってしまって、生まれてしまった失点だったのかなというふうに思いました。
まあ、やっぱり、ね、日本のボールの失い方っていうのがやっぱ気になりましたし、チームとしてじゃあここから仕掛けるぞっていうところ で結構無理な選択をして相手に引っ掛けて、それで奪われて、また相手にまたこう押し込まれて、チーム全体が戻らなきゃいけないっていう状況を作ってしまうっていう場面がちょっと多すぎたかなっていうふうに思うので、やっぱりその選択判断の部分で、じゃあ急いで攻めるところと、ね、リズムを考えて、でしっかりボールを保持するところ、っていう、そこのやっぱり判断力っていうのは、まあ、ずっと課題である部分でありますし、まあ、そういったところの、ね、プレーっていうのはまだまだここから磨いていけると思いますし、結構無謀な距離からのロングシュートっていうのが多かったので、あそこもやっぱもう一つ手間をかけて、手数をかけて、しっかり崩してボックス内に侵入していくっていう、そういうね、選択ができればもう少しちょっと状況変わったかなっていう場面もあったので、もちろんシュートを狙うっていうその意識はいいと思うんですけれども、それが何本もやっぱ何本も続いてしまうと、のチームの、士気っていうのにちょっと影響してきてしまうところもあると思うので、そこはですね、もう少し判断力をこう磨いていけたら、日本にとってももう少し怖さのある攻撃が出せていけるかなっていうふうに思いました。このままね PK に行くかなっていうふうに思った試合だったんですけれども、まあ、最後やっぱり試合を決めるのはああいった、個人の力なのかなっていうのをちょっと感じさせる試合でしたし、やっぱり膠着状態がねずっとこう続いていたところもありましたし、まあ、アメリカもねスミスがこうカットしてキーパーと一対一になったシーンとかもあったんですけれども、ね、あれもね危なタッチをしないでね、ループをね打ってよみたいな感じでね、まあ、チームメイトと見てたんですけれども、そんな感じのことを言ってたりもしましたし、でも山下選手のね、ポジショニングも非常に良かったな、うん、見て取れたので、だからその絶好調じゃなかったアメリカに対して、まあ、勝てたゲームだったとは思うんですけれども、このゲームをですね選手たちがどう捉えて、まあ、どう成長していくかっていうところで、まあ、これはね前回のワールドカップからもそうですし、まあ私のチャンネルでもずっと言い続けてることなんですけれども、まあ、一つのやっぱサイクルが終わったと思うので、じゃあここからねどのような方向に舵を取っていくのかっていうのは、まあ、気になるところではありますけれども、選手たちはこのアメリカ戦非常に頑張っていったと思います。守備でもねしっかり体張っていましたし、特にねディフェンスラインとにかく粘っていたと思います。なのでこういうゲームだったがゆえにちょっとね悔しい気持ちがかなり大きいと思うんですけれども、まあ、準々決勝でアメリカとね対戦して、でねこういうゲームになってねこういう負け方をして、まあいろいろ感じたことはあると思うんですけれども、各選手それぞれね、まあ、海外に移籍してる選手もたくさんいますし、引き続き個人のレベルアップと、で、まあ、チームとしてどうやって成長していくかってところは選手の皆さんもね考えていくところなのかなっていうふうに思うので、まあ、その辺はまた、このうさぎチャンネルでも見守っていければというふうに思います。はい、日本のねオリンピックは終わりましたが、まだ引き続き、試合は続いていくので、まあ、その辺はね少し追いかけながら、まあ、アメリカ中心になると思うんですけれども、ゲームの分析映像っていうのを出していきたいと思います。で、まあ、個人の活動ですね、まあ、海外に移籍する選手が増えたので、まあ、その辺も、ね、チェックしながらまた、このチャンネルでも取り上げていけたらいいかなっていうふうに思っております。はい、ということで、まあ、このうさぎチャンネルではクルーメンバーを随時募集しております。詳しい分析動画が気になる方はぜひクルーメンバーの方に登録していただいて、動画をご覧になっていただければと思います。でチャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録を、そしてこの動画のいいねボタン拡散ぜひよろしくお願いいたします。まだまだね、女子サッカーの日本の女子サッカーのためにですね力になれるようにこのうさぎチャンネルも頑張っていきたいと思いますので、皆さんぜひ応援よろしくお願いいたします。はあ、選手の皆さんお疲れ様でした。ゆっくり休んでね、また次なる戦いに向けて、英気を養って、いただいてですね、またねファンの皆さんを楽しませる試合をしてくれたらいいかなっていうふうに思います。ではまた。